皆さんどうもおはこんばんにちは。ゆっくりです。今回は VR レビュー動画の延長で、パイマックスクリスタルライトを DCS ワールドで試してみたいと思います。普通の操縦に関しては MSFS と大差ないと思うので、この動画では戦闘機特有のシチュエーションにスポットライトを当ててみます。ということで今動画で流れているのは空中給油です。まさに民間機には存在しないシチュエーションですね。まずは手始めに F16 でフライングブーム式を試してみます。とは言っても空中給油なんて両手で数えられる程度しかしたことないので全然コツとか知らないんですけどね。とりあえずフライングブーム式におけるここのインジケーターの見方だけは覚えてきました。普通の VR だともしかしたら表示が潰れて見えないかもしれませんが、少なくともクリスタルライトでははっきり見えています。むしろこの録画の方が見にくいですね。戦闘機はかなり動きが鋭いので、民間機に慣れた私の操縦だとオーバーコントロールになりがちです。とりあえず接続はできたようなのでこのまま給油してもらいましょう。少しスロットルを開けるだけでかなりパワーが出るので、なかなかにスロットルコントロールが難しいです。この辺は慣れですかね。操縦が不安定なのは 100% 中の人の技量不足なので申し訳ないです。切断されない程度に給油を続けてもらいましょう。給油中暇なので VR 関連で少し小話をしておこうと思います。MSFS2024 発売の影響なのか、ここ最近欧米では VR のフライトシムの注目度が高まっています。Google トレンドで見てみても、過去2年間で一番の注目度になってます。もしかしたら日本も含めて VR でフライトシムをプレイする波が来るかもしれませんね。VR にせよ、そうじゃないにせよ、日本でももっとフライトシムが流行ってくれると私は嬉しい限りです。MSFS2020 の発売前よりは大幅に人口が増えましたが、やはり最近はまた衰退傾向なので、先細りして消滅する前にどうにか新規層を獲得したいところですね。さて、おそらくそろそろ給油が完了する頃ですが、これ録画データの音声がおかしくなってますね。おそらく PC が悲鳴を上げてます。ただ一応プレイしてる側は特に問題ないです。影響あるのは録画データだけですね。はい、ガビガビ音声ですが給油が完了したようなので離脱します。フライングブーム式は基本的にインジケーターに合わせて位置を調整するので、VR の恩恵は薄いかもしれません。ただ、インジケーターに影響が出る前から、給油機との位置ずれを把握しやすいので、そのあたりは VR の圧倒的なメリットですね。おそらく編隊飛行にも同じことが言えると思います。編隊組む相手がいないですけどね。次は機体を変えてプローブ&ドローグ式に挑戦です。こちらは給油機から伸びてるバスケットに自分で合わせる方式ですね。この方式は普通の平面ディスプレイだと難しいです。バスケットとの距離感がつかみにくく、なかなかプローブを差し込めないからですね。特に今使っている JF17 や F14 などはコックピット側面にプローブがありますから、なおさら難しくなりますね。ですが VR であれば距離感がつかみやすいのでかなりやりやすくなります。こんな感じでサクッと接続完了です。録画だと画角の関係で見えてませんが、実際はプローブも視界に入ってます。あとはバスケットが外れない程度に機体を保持します。この時間暇なので、今度はパイマックスの動向についてお話ししようと思います。先日、パイマックスからクリスタルライトの上位機種となる、クリスタルスーパーが発表されました。57ppd のディスプレイ、120度の格子夜角などとにかくハイエンドな製品なのですが、当然お値段もハイエンドで33万円だそうです。さすがにこれは誰も手が届かないと思ったのか、パイマックスはパイマックスプライムという新プランも合わせて発表しました。これは簡単に言うと特典付き分割払いとなっており、頭金を最初に払った後、残金を24ヶ月の分割払いで払う方式になってます。分割なだけだと普通のと変わらないのですが、早期体験や会員限定イベントへの招待、より手厚いサポートなどの特典が追加されます。これを使うとクリスタルスーパーは頭金194,699円、プラス月々5,646円。クリスタルライトの方は頭金116,599円プラス月々2,157円となるので、初期投資額をかなり抑えることができます。ただ基本的には最初の通り、特典付き分割払いなので、一括で買える方はそちらの方が良いかもしれません。と、給油完了ですね。やはりこの方式は VR の方が圧倒的にやりやすいです。それでは給油機にバイバイしましょう。この前の動画のコメントで、夜間の見え方も確認してほしいとのことだったので、フリーフライトではありますが見てみます。まずはナイトビジョンなしの状態ですが、パネル、外の景色ともに問題ないですね。暗い部分が変だったり、一
光ってる部分が無駄に眩しかったりなどはありません。とりあえず手元の iPhone で直撮りしたのがこちらになります。倍率は等倍ですが、特に問題ないと思います。端っこがぼやけてるのはゴーグル側のレンズの形とカメラ側のレンズがちょっと合わないからですね。こっちは左側のパネルを3倍ズームで直撮りした画像ですが、もちろん問題ありません。パネルのラベルも問題なく見えてると思います。次に暗視装置である NVG を下ろした状態だとどうなるか見てみます。こちらも特に問題ありません。ハットが潰れてしまったりなどは全くありません。NVG 越しのハットを3倍ズームで直撮りした画像です。しっかり見えていると思います。ただし、NVG の低解像度が再現されているので、NVG 越しだと MFD などは判別がほぼ不可能になります。こればっかりは DCS 側の仕様なのでどうしようもないですね。普通のモニターでプレイしても読み取り不能なので、MFD などを操作するときは一回 NVG をオフにするのが吉です。ということで夜間での作戦行動も全く問題ないと思います。ということで次は戦闘機といえばこれ、ドッグファイトです。このカットだけショート動画で上げたものと同じデータを使ってるので画角が違います。というのも新規で撮ろうと思ったら変なひねり方して思いっきり肩痛めてですね。録画が完了する前にドッグファイトができない体になってしまいました。皆さんも VR でドッグファイトするときは気をつけてください。動画に話を戻します。低解像度の VR だと鉄器が潰れてしまって見失ってしまったりするのですが、これは全くないですね。モニターと同じかそれ以上によく見えます。と言っている間に撃墜しちゃいました。頭の動きもよりナチュラルになるので、赤外線トラッキングよりもリアルになると思います。まあ気合い入れすぎるとさっき言った通りに怪我するんですけどね。最後は着艦シーンを見ながらお別れになります。着艦パターンとかよくわからないんですがこれでいいんですかね。とりあえず最後整体するためのターンをしている途中です。FA-18 はエンジンのレスポンスが遅めな上にパワーが有り余ってるので、なかなかに扱いが難しいです。VR は視野角も広くて、見たいところをさっと見れるので、ビジュアルに近い降り方をするときは超やりやすいですね。ただ空母の着艦部分と艦首の向きがオフセットしてるので、そこを合わせるのがめちゃくちゃ苦手です。ICLS なる空母版 ILS もセット済みですが、このグライドパスとローカライザーの表示も慣れないんですよね。もちろん FPM のど真ん中で十字になるようにすればいいというのはわかってるのですが、やはり ADI の横と下にシンボルがある方式がいいです。あるいは737のハットみたいに丸を重ねるタイプの方が慣れてたりします。表示によるとアンダーシュート気味みたいなので修正します。左側に出ている FLOLS というのは空母版パピです。ただおそらくパピよりも複雑な仕組みで動いてます。黄色い部分が磁気シンボルで、緑のバーに合っていれば適正パスみたいですね。なかなかに斬新な表示です。ICLS の水平シンボルが戻り始めたので修正します。今 VR 越しでも空母のマーキングがはっきり視認できるくらいになってきたのですが、低解像度だとこの段階でも視認できないのでアラインに苦戦したりします。黄色線見えないと初心者には厳しいです。そして民間機に染まった中の人が一番苦戦するのが着艦の直前です。はい、癖でフレアかけちゃいました。もちろん本当はそのまま突っ込むのがいいんでしょうね。ということで着艦完了です。1番ワイヤーなので全然ダメですね。3番ワイヤーが一番いいらしいです。ということで、今回はクリスタルライトを DCS で試してみました。戦闘機シムにもしっかりと頼る VR 機器でしたね。皆様の参考になれば幸いです。それでは、ご視聴ありがとうございました。